第2波非常事態に対する緊急対策というふうにまとめさせていただきました。で、第2波非常事態というのが、まあ、現状についての認識であります。つまり第2波がすでに来ているということであります。で、これにつきましては、ここにも書いてありますが、ここにありますように、3月下旬から4月下旬にかけての1ヶ月間の流れを第1波というふうに、この青で言ってありますが、としますと、この6月下旬からこのところまでの1ヶ月後、第2波ということで、この増え方、この山の高さ、そういう角度、いずれもですね、この第1波よりも第2波の方が上回っておるということでありますので、特に名古屋の酒類を扱う飲食店において、感染症が多発しておるということでございます。名古屋とそれから岐阜市ですね、名古屋市と岐阜市のこの人の行き来をですね、見てみますと、1日あたりですね、これは少し前の、統計ですけども、昼間の人口ですけども、岐阜から名古屋へはざっと 11.8 万人、移動していると。他方、名古屋から岐阜へは 4.3 万人移動しているということでございまして、岐阜県の皆さんは、名古屋にですね、退去して、まあ、通学通勤等々ですね、おいでになっておられて、生の影響を非常に受けやすいということで、まあ、今回もまさに、本県感染者の約6割が愛知県由来でありますし、それから愛知県由来の中でも特に繁華街のクラブ等の、酒類を伴う飲食店が7割を超えておるということでございます。もう一つ今回の特色は若者の感染急増と学校クラスターの相次ぐ発生ということでございまして、まあ、この愛知県、特に名古屋、それから酒類を伴う飲食店、若者、学校クラスターと、こういったところがポイントであります。